おはようございます。ディエット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、じゃあ今回はですね、いよいよあの王者の高い花を折ってやろうと思いますまあね、リュータというガチパ使いがいらっしゃいまして、本当に何回も起こされたということで、もうしょがり受けても、お前あいつしょがりやってるだけだから、もうちょっと後悔させてやろうと思います。じゃあ行ってみましょうおお、いや何度見てもこの SE なもうこれ見んの5回目だけど、もういいわ。わあ、いい。オーシャンクロード炎の戦士はチューパおい、チューパおるぞ。どっちも結構なチューパやな、おい。どっちもなかなかのチューパじゃないですかあー、レディーさんジェントルメン、いやーもう大変だな、ほんと長い子任せましたね。ほんとね、私が選んだせいでね、最強舞踏家決定戦が何日遅れたんでしょうか、本当にね。森さん、ついに来ましたよ、最強の舞踏家、ようやく来ましたよ。もうついにね、長かったねとなると絶対にいるよねー、リュータよ。こいつしょがり大好きだからね。バトルロードのカード持ってるやつにしょがり仕掛けてきたからな、ガチパレよっしゃ、よってや最強舞踏家決定戦過ごするんだな。お前が最後に知ってるみたいだなよく抽選漏れとかしなかったね勝つのはお前に決まってるけど、お前も頑張れよ言うねえ。パーティーだ。うん、結構ガチじゃん。舞踏着着て大目玉と最高の大目玉にはちょっといろいろとなんか嫌な思い出しかないんですけどねさあでは行きますか。ドラゴンキラー持って、メタルキングの盾持って、服はもちろん武道着です安定、超安定。舞踏家キラー誕生です。行きましょう。音も紹介します。ドラキーとドキーマドラキー2体でいきますよ。音もはこの2体ね、一応ちゃんと舞踏開始あるんで、はい。あとミニモンスターチキンも活動してます。よし、行きまーす。いやー、みんな素早いな、こうしてみると結構。モンスター的にはみんな素早めですね。行きますか。じゃあ、これで、ドラキーマのね、ドラキー2体も頑張ってもらいましょう。大目玉ここはいいね。大目玉は動画でも紹介したように。おっと、オッケー、ラッキーラッキー、バックレットからガードしていく。大目玉はアストロンが本当に怖いんで、先に動けるとでかいですね。行きましょう。竜熱剣、そいつは全然違う。うい、全然違う。電撃放射。大目玉もそこそこ速いからな。うわ、避けないのかよみんなさあ、トラキー噛みつきいきます。はい、いいね、そこそこいいダメージだよ。さあ、ドラキーマ。さあ、ドラキーのママが歌いまーす。おい、ほら、頑張ってくれ、少し。6連撃。サイコロのね、第3の技ですね。痛いんだ、これが。強いんだ。結構強いぞ、これ。ミニモンスターチームで受けていかな勝てへんぞ。竜滅剣、せーの、はい、オッケー、配信開始。ナイスー。なぜお前はそこそこ速いんだ。ドラキーの方が速いのに。で、なぜお前電撃を放射するんだ。避けていく。いいね、避けていこう。武闘家、その回避率も魅力ですからね。噛みつき、よし、いいよ。あー、これドラキー今こもれたじゃなくてよかったなってことは。旋風脚、鉄の爪を持ったね主人公が蹴る。痛い、やだな。サイクロン、おお、よし、避けた。ドラキーのママ頼む。ドラキーママ、子守歌、なんで大丈夫。必殺タホドラキー。これはモンバトのシステムでこのドラキーマと合体できる状況でもう一体に主人公が変身できるんですよ。ということでグレートドラキーに頑張ってもらいます。グレートフルーツガード発射。オッケー、これがモンバタの取り柄です。ドラキーとドラキーマを選ぶと一旦だけ合体モンスターの力を借りて攻撃することができる。これね、地味に有用なテクニックですよ。ただ完全にもうやることがバレてるなるほど、キメラとスターキメラとお化けキノコか。いいモンスターだね。いや、武闘家チームだしね、ちゃんと。じゃあ僕もちょっとチーム変えるか。出したパーティーでいきます。炎の戦争大桜。これみんな見たと思うこれ結構有名だぞ。武闘家で人型相性と武闘家チームが発動するっていう、まあ、単純に使いやすいチームなんですよね。ただちょっと特技が多めになっちゃうんで、瞑想とかで捨てかれちゃうっていう、まあ、欠点があるんですけどね。これは相性いいよ、すごく。じゃあいきますか。よし、この人型武闘家のね、テンプレパーティーでお会いいたします。よろしく。どうしようかな。よし、これいこう。さあ、向こうは三河市の服着てんのってか爆撃剣おい避けていく。ナイスナイスナイス、ラッキーラッキー、いいね。さあ向こう早いな。灼熱の鳥だ。誰に行く。おお、シャンクロですよねまあまあ一回受けてるで暴れ回る。行こう行こう、全体攻撃いきます。ぐるぐる、やっぱ避けてるか。武闘家は本当に避ける。三河足の記憶持ってると本当に避けるよ。やけつ撃麻痺になる可能性がやばい。避けろ。おい、主人公かよ。やだな。この2体に頑張ってもらおう。氷の乱舞。さあ第3の技、氷の乱舞いきます。はい、強っ、強い。さあそして第3の技、炎の竜巻回転キックここはスペシャルカードでさらに押しましょうか。ここはドラゴロムでいこうかな。これでお化けキノコには結構ダメージ与えてる。うん、オッケーオッケー、ダメージ与えてるよ。やだな、やけつく息連打されてるな、さっきから。おいし、ラッキーラッキー、いいよ。ここ麻痺してる。いやー麻痺嫌だな。まあでも今んところまだ勝ってる。まだ HP 勝ってます、大丈夫です。扇風客、ああ黒か。いや結構このチームも回避率はそこそこ高いんで、できる限り避けたいっすね。100年と鳥いたん避けるどころか。いけ、こっちも切り替えしましょう。移転させる回転ラリアット、よいしょー、いいね。さあ炎の選手も頑張って。炎の拳いきます俺は抵抗するで。拳でよし、はい、よっしゃ、開始。ここは普通に行こう。普通に安定で、安定取って勝てるよ。何か動けば勝ちだよね、もう。うん、大丈夫、動けば勝てるよ。あー、爆発剣食らうか。よし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 、勝ちかな、オーシャンクローで。さあ行きましょう。よし、オッケーオッケーオッケー。ね、安定して強い。いいね。さあもう分かりやすすぎだよ炎選手、向こうもいますねもう分かりやすいなほんと。じゃあ行きますかなんか似たようなパーティーだないや、お互い炎の選手とブリザードマン、まあお互い炎と氷が使える戦いになるんで、これは結構ね、モンスターの狙いが重要になってくるかもしれないですね。モンスターが誰を狙うかってすごい重要だと思う。そう AI というかね、それによってやっぱダメージがだいぶ変わってきますよね。さあまずは魔獣の焚き火していく。避けろー、避ける。オーシャンクローが避けてるね。なもう嫌い、そういうことする。氷の刃。ブリザードマンが氷の刃を持ってオーシャンクロールに切りかかりますなぜそうなったんだろう。麻痺している。さあしっかり炎の戦士はブリザードマンにやっていきたいね。これを炎の戦士に打った日にはもうねダメージ全然出ません。いきましょう。主人公にいました。なんと主人公に殴りつけます。一番中間、もう中間の中間よ。さあ氷南部炎の戦士に行こう。いやー主人公です。これ会心出していく。ナイス。さあ向こうもどっちがどっちか分かんなくなってきた。ほらつまき避けるめっちゃウケんじゃん。いいねいいね。お互い結構やっぱ回避が武闘家多いからな。何ジェシカ君できたけどちょっと待って違う。魔法をはじく技構成見た技構成見た僕たちの。オーシャンクローも炎の戦士も主人公もとてもじゃないけど呪文使わないです誰も。技構成見たんかな相手。本当に余裕やな。避けていく。いいよいいよ。これ圧勝できそうだ。いくぞメッサーツリューマスケン。よいしょ。270いいね。いいよいいよ。これ圧勝できるね。このままいけば圧勝ですね。覚える吹雪ね向こうの命中精度が悪すぎるちょっと待って向こうのさチームの命中精度悪ないっすか。ちょっといくらなんでもこんなにバカすがうねえこっちがよし回転ありがとう。よしいいよ。これで炎の戦士で終わりか。お拳でいくいけいけ炎の戦士。おブリザードマンにいった。ちゃんといいよ。よし350完璧すぎるなんかもうここまで来ると申し訳ないわ避けすぎこれ決勝戦知らんぞ。これ決勝戦知らんぞ